からグリーーンンコミュニケーションご案内役松岡千鶴ですこの番組は宇宙船地球号を未来の子ども,子どもたちに伝える株式会社近藤電業社京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン企業経営をサポートする戸枝会計事務所のご協力でお届けします。 からグリーーンンコミュニケーションこの番組では私たちの住む京都から環境平和芸術健康食の問題などを取り上げ地球に優しい生活スタイルを提案しますさあえー、もうちょっと汗ばむというぐらいのそんな季節新緑が美しい季節になってまいりましたラジオをお聞きの皆様はいかがを過ごしてでしょうか私はこう 桜が京都のこの街中の満開の桜をやや見損なったかもしれません <laughs> はい皆様いかがお過ごしでしょうか今回は遺言のすすめ遺産トラブルなぜか多いんですよ京都の街そんなテーマでお届けしますお話は京都弁護士会遺言相続センター、えー、副部長副委員長でいらっしゃる 弁護士の豊福誠二さんに、お話を伺おうと思います。豊福さん、お久しぶりです。あ、お久しぶりです。豊福です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします、えー。豊福さんは長年、あの、京都弁護士会では。あの、ほぼ、えー、開局時と申しますか、開局二三年後ぐらいから。 弁護士会で番組を長年持っていただいてありがとうございましたそしてえっと何年か前に、えー、ちょっと休止ということでそうですねず、はいぶん長い間お世話になったと思いますどうもその説はありがとうございましたありがとうございました、はい、豊福さんもご担当の年があったという、ね、そんな感じですよねありましはい、はいはい そして豊福さんは今回はその遺言相続のお話でお越しいただいたんですけれども京都、はい、弁護士会にはいろいろそういう、ま、専門的な、えー、相談窓口っていうのがあると思うんですけども、はい、この遺言相続センターっていうのはどれれぐらい前に創設さ十数年前にできたと思うんですが、はい、えと設立の目的はですね、あのーま、京都の町から 遺産のをめぐるトラブルこの家を誰が取るんだ,だとか、はあ、誰が多い少ないとか、えー、そういうことを京都の町からなくしていこうという崇高な目標のもと崇高な目標ののももと、はいえー、作られたものでございますこのあれですよね遺言相続というそのトラブルはやはり人間関係が起因するっていうか。 そういう精神的なものがトラブルの原因になるっていうことも非常に多いからこそなんでしょうか、はい、あのその <coughs> それをなくす京都からなくそうと思われたのはやっぱりそういうややこしいことはなるべく少ない方がいいなということなんでしょうか。はい、とですね、はい、付け加えますと遺産をめぐるトラブルが発生してしまった時は、はい、まず解決に時間がかかる。えー、長期戦になります 1年,1年ぐらいで終わることはあんまりなくて本当にトラブルになっちゃった場合は3年戦争だとかひどい場合には5年戦争とかね、まあ、戦争という言い方は正しくないかもしれませんが裁判沙汰がそんなに続くであるとかそれとかですね例えば交通事故のトラブルであればねトラブルになるのが赤の他人じゃないですか。ね、なんですけれども、えー、トラブルになるのが実はそれまでは仲が良かった兄弟であるとか。 お,一とおじさんであるとかそういうことになりますから肉親、まあ、親族でですすよよねそうなんこれはあのない方がいいに決まっていると本当ですそして後から申し上げますが予防する手立てはあるので、はい、そういうことを周知徹底いこうじゃないかということで設立されたまあなくせるはずのものをもうできるだけ小さくできるはずのものだからこそ。 ということですね。はい、そうなんです。そうですか。はい。まあそういう崇高な目標の元センターを設立されて現在は。 そのセンターの副委員長でいらっしゃる。そうですね。すねあの二年前まで委員長もやったんですけれども。はい、えっと、今は副委員長ということで、まだ関わらせていただいております。そうですか。はい、まあ、弁護士さんが関わる、その問題、法律の問題っていうと、いろいろあるかと思うんですが。豊口さんが、この、まあ、相続やら、その遺言とか。そういう問題に。関心を主に持たれた、何かきっかけとか、理由とか、あるんですか。 はいあのーまあ、弁護士というのは世の中にいます、ねまあ、お医者さんとか、ね、あの人がかかるものはいろいろあるんですけれども、はい、まあ弁護士にかかるというのは普通の方であれば例えば企業で、ね、いろいろ何か貿易をやっていてトラブルが多いとかだったらたくさんかかるでしょうけれども一般の方は一生に1回かかるかかからないかそうですねお医者様のお世話にはなっても、ね、弁護士さんと何かご相談事があるというのは。 かなり人生の中では特殊な部類ですよね。でねでまあ、一般の方はあって、まあ、離婚の話か、えー、相続の話がまあほとんどだと思うんです。あとはまあ不幸にも交通事故にあったとか、はい、まあそういうことで一般の方がどなたでも、えー、当,事者な当事者になりうると。 と,いうところでしかもなったら深刻だなということで、えー、関わらざるを得ないということで、まあ、弁護士としてはよく勉強しておかなければならない分野ででではあるんすすねあそうですか、はい、あのイメージとしましてあの相続問題を扱うことができる職業というのは弁護士さん以外に 税理士士ささんんととかか司法書士さんとかそうです関わるあの事業としてはその密だと思います、はい、あの税金のことに関しては、えー、と相続税の申告これは税理士さんに相談なさった方がいいし、えー、不動産がね名義がおじいちゃんだったものを誰にするかとかそういう時に司法書士さんに依頼しますで以上はトラブルにならなかった場合ですねあのお父さんが亡くなりましたそれどう分けるかということで皆さんで話が出来上がった時に はあるいは相続財産が少なくて相続税がかかる金額に届かない場合も、えー、同様で、えー、はあ税理士さんに相談しなくてもいいということもあるでしょう、はい、不動産がなければ司法書士さんもかからなくていいでしょうただ弁護士が登場するのは、えー、弁護士でなければならないのはトラブルになった時ですね。はい、例えば一番上ののお兄ちゃんがこの 家は俺のもんだから皆さん犯行を押せと実印持ってこい印鑑証明持ってこいと突然何の説明もなく現れた、はい、あるいは「預、えー、貯金こんだけしかないからなみんなで分けようなちょっと待ってよなんでこんなに少ないの?と」と、えー「これ誰かが使ったんじゃないの?」とかそんなことがきっかけで、はいえー、これはトラブルじゃないかという場合ですねこのような場合はほうほんとにこの預貯金額で正しいのかとか。 まあ、そういうことを相談するお相手は弁護士さんでよろしいんです,、ねそ,うですね、そうなったら<ー>あの紛争性があれば、えー、弁護士というふうにあ理解していただければ結構かと思いますがどのような場合でも相談であれば、ね、あのお気軽にお受けしますから。 一見平和に見えるものであっても、何でもあのお気軽にですね。よくわからないなって、はい、だ誰しもわかんないですよね。そうですね。わ、はい、からないと思います。ですからそのような場合にはぜひお気軽にですね、あの相談料もそんなに高くはないと思いますので、えー、ぜひえ後からも紹介しますが無料相談もございます。はい、あそうですか。えっと一番最初に弁護士の話を聞いておくっていうのが僕は感じではないかと思います。あそうですか。正しい。 何らかの知識を基礎的知識を持つと、はい、その後の自分の対処の仕方がべ別に弁護士さんにあのお願いするどうこうじゃなくあのずいぶん違ううということです,かそうです、ね、これは弁護士に相談した方がいいあるいはこれは税理士さんに行きなさいとか差配を初めにできますからあ<ー>あのトラブルになってから最後の最後に回り回ってから最後にどうしようもなくなってくるよりはよっぽどいいです。未病 予防という、そんな感じ。そういう役割も、果たしてくださいだ、ね。そうですね。あのー、お医者さんにね、予防のために行く方は、あんまりいらっしゃらないので。確かにだから、イメージがわからないのかもしれませんが。弁護士は、そのような未然なトラブルを防ぐためにこそ、使っていただきたいと思います。そうですか。はい、まあ、最初にご紹介した、この京都弁護士会の遺言相続センターは、そういう場所で。あるあいということですね。はい。わ、はい、かりました。 どううでしょうかその相続トラブル、あの最近はこう家とか土地とかあの結構あの多いと思うんですけども、はい、そのトラブル数というのは、どうでしょうか、増加、増える傾向にあるんでしょうかこれはですね、あの10年前から比べると1.6倍ぐらいに、全体としては、えー、増えているんです。 1> 1. 倍ここ数年はどうかというと顕著に増加とか減少とかいうことはなかったんですがただあの司法統計というです、ね、裁判所が公開している統計をよくよくチェックしていると親ということがありましたじゃあ何かというと都道府県のです、ね、家庭裁判所ごとの統計が出ているんですが京都家庭裁判所が扱っている遺産をめぐるトラブルの調停の数 これが他府県に比べて異様に多かったことが分かったんです。あ、そうなんですか。はい、それって結構、え、本当ですかっていう。まあ最初にご紹介した、京都でなぜ相続トラブルが他より多いっていう風なテーマを副題をつけましたが、はい、本当にそうなんですか。あ、これはね、私も驚きました。ゆ、はいさんの,のトラブルをなくそうという委員会に所属しておりながら、 京都がよそに比べて実は多かったんだという。十何年前からせっかくセンターを設立して、ね、崇高な理念のもと活動してこられたんですか、はいはい、そのような厳然な事実があることに気づき、はい、これはいけないと、えー、考えている次第でございます。あ、そうなんですか。はい、ちょっと実態をあの教えていただけますか。こう全国統計から見て京都はどうなのかっていうそのまあこれは今年度去年、ねね、昨年度。 えっと一番新しい統計が平成27年度をまとめた司法統計なんですね。平成28年はまだ出来上がっていませんでした。そうですそれでどういうことかというと、はい、家庭裁判所に持ち込まれる遺産をめぐる調停の数を調べました、えー。遺産をめぐるトラブルは最初に調停から入らないといけないという規則がございますので、調停をカウントすれば裁判沙汰になってしまった、えー、件数がわかります。これが100万人あたり何件 えー、人口100万人あたり全国平均で102件、これが、えー、遺産を巡るトラブルの数なんですね、大体いい1万人あたり1人ぐらいになると思うんですが、京都は、えー、と長年にわたって、ですねこれが約1.3倍ぐらい、100万人あたり130件近くで推移しているのは、京都と大阪ぐらい、えー、京都と東京ぐらいで。京京都と東京はい 不思議なことに京都、東京、あとまあ岡山ぐらいが多いかなという。岡<山>うん、ああ、統計が出ておりまして、はい、近畿の中では突出しております。不思議ですね。不思議です。はい。はい。これはなぜなんでしょう。なんかそういう理由ってどっかから。推察はできるんですか。そうですね。例えば、東京は地価が高いからね。はい、あの、分けるときにトラブルになりやすいのかなとも思ったんですが。 <共>相続金額が多いとか都会だからとかあるんですかと、ね、か、ねね、あの高い,わけではないんですかない、五百万円しかない場合でもトラブルにはなるんですよだから金額が多い少ないとはあんまり関係がないと思うんですがただ昔から言われているのが京都と岡山は裁判で和解が成立しにくい、はい、難しい土地だというふうに裁判官の間では言われていることは僕は知ってました。そ,それは相続に 限らず。らずはい。ええー。ただ、うん、これも不思議なことでね、あの裁判官がそう。親戚岡山にいます。<laughs> ね。あのー、私ども京都に住んで長いですが、はい、まあ、京都は、あのー、裁判官も弁護士やってるとね、あの、京都は大変だねとよ、よくよその土地の弁護士に言われます。えー、そうなんですか。はい。まあ、ただね、あの、トラブル一般が多いかというと、そうでもなくて、例えば。京都は離婚の数はそんなに目立たないんですよ。はい、他府県に比べて少ないぐらいなんです。しかし、どうも遺産に関しては多くて、これは。 ひょっとしたらまあ昔から言われている京都人のね特有の表と裏の問題が関係してるのか何なのかなというところはちょっと考えなくちゃいけないねあの研究課題かと思いまそうですか。はい、今こういろいろ思い出してみますといろいろ伝統産業に携わる方も多いですよね,そうですね老舗とか、はい、まあそういう,こう数も多いかと思うんですがそうなんです老舗のね例えばのれをですね、うん、あのみんなで分けようってい人はあんまりいなくって。 これはやっぱり長男あるいは長女の,あの婿養子、えー、養子縁組したあのお婿さんとかね誰かに分けるからあとの人どうするんだって話も当然発生すすると思います、はいまあ、そういう,こう伝統が非常にあ,のあるからこそ難しい問題もやっぱり多いかもしれませんね。あそれは 言われれたらそそううかかもしれませんねね確にです、ね、創立何百年って業者もありますしさぞかし難しいだろうというふうになかなか金額で計りがたいそういう遺産相続というのも金銭、ね、に見積もれないがゆえに<は>あのこれをいくらと見るんだというところで争いになっている例も多々ありますこれは大変です。はい それを誰が相続するかとか、まあ、そういうなどういう比率でとか、非常に今、想像しただけでもこれは大変だっていう例えばね、預貯金しかないという場合は比較的簡単でね、はい、もう分けられますから、はい、ところが分けにくい数字じゃないものそうです文化財クラスのものをです、ね、があったとして、はい、売却してみんなでお金分けようかって人はあんまりいないんですよ。それと例えば あの代々伝わる壺とかそういうものも多分古いお家だったらたくさんありますよね。ねこれをどう分けるかではなくて誰かのものにするんだけどもじゃあ金銭としてどう評価するのってところも難しいこともあ,りますあそうですかまあこういういろいろ推測をするとなかなか楽しく。 なってまいりました、うん、<laughs> そうですね <laughs> とテーマになるかもしれませんね本当ですねさあこの後はトラブル軽減え遺言について詳しく伺います <music> 今日からグリーンコミュニケーション今回はえ遺言の進め遺産トラブルなぜか多い京都の街そんなえびっくりするようなお話がを伺いながらえお話し続けます京都弁護士会の弁護士の豊福誠司さん引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい、えー、この相続トラブル京都は実は他の都市より突出して多いんだというお話もうびっくりするようなお話を前半で伺いましたが、はい、これを こう軽減する、あるいはもう本当になくしてしまう、まあ、これ、唯一のというか、えー、ベストの解決方法、はい、遺言なんですか、はい、特効薬としては、遺言じゃあ、えー、遺言とは、まず、何なんですかこれはあの一般人の方は遺書と区別がついてないことが多いんですけどもね。 あの突っさに聞かれたらなかなか答えづらいですよね。そ<う>明確な回答しにくいかもしれません。ね、これはね、あのー、実を言うと財産をどう分けるかについて書き記しておくものが遺言です。はい、遺書というのは皆さんあのー、息子よた,たくましく育ってくれてありがとう。これからもお母さんを支えてくれとかいう手紙はこれ遺書ですよね。ですからあのー、亡くなる直前に作成するものは遺書なんですけれども、死ぬにあたって でのくなるその方が亡くなるにあたっての思いを綴るものが遺書ということですかです、ね、遺言というのは、はい、その方の財産がありますが将来必ずやってくる相続の場合にどう分けるかをあらかじめ指定しておく書類これが遺言です、はいはい。この遺言として正式にに成立するには、はい いろんな条件があると思うんですけれどもこれは、ね、これは是非というで知っておかなくてはいけないのは大きく分けてですね二、はい、通りの作り方があってどちらでも構わないんですが一つは自分で作る自筆証書遺言。 はい、自筆証書遺言というどんな紙でも構いませんが書くやり方と、はい、それから公正証書遺言といって公証人役場にいいていっのの先生に作っていただく遺言の2種類がございますあどちらかといえば「後者」がこうイメージにありますけれども何、はい、かあの人に頼まなければならないしややこしそうだなという、はい、まあそういう,こうイメージがありますが、はいはい、まず自筆証書遺言。はい はい、これは民法のえに規定がありまして遺言の書き方があ書いてあるからそのとおりに書きなさいということなんですがえこれは手軽であるけれども、えー、と実は弱点がありましてこれはあとからトラブルを招きやすいという弱点があります。 えーと遺言というのはですねあのなあ亡くなる方が財産をこう分けなさいよという一種の命令ですからそれ以外には分けようと思ったら全員の合意がいりますからねもしトラブルになった時にはもう遺言の通りになりますということはトラブルにならないトラブルを避けるために作る遺言なのに事実証書遺言の書き方が不明確であるばっかりにいくらでも解釈ができるであるとか あるいいいいいいははひどい時にはこれおじじじちゃゃゃんんんが書いたもんじゃないんじゃないのとかなんかちょっと違う,よああう字が違うぞとか、はい、そういうトラブルの発生する可能性がありますあと書き方に厳格な要件というんですね、あのー、条件がございまして、えー、まず全文自分で書くということワープロで書いたのはダメです、はいえー、それから最後に日付と署名と印鑑がいりますで えとですね、あの僕が見た残念な例がありまして残念な例それは何かというと非常にこうあの財産がいろ,いろいろあってですねこう分けろこう分けろと詳しく書いてあったんですが、はい、最後に平成何年何月何年月日母よりりと書いてあります<ー>これはねダメなんですね。はい、なぜかというと自分の使命が書いてないから。は<ー>はい、これは全員でもう ああ<ー>なんてことだと非常に残念な例がありました。えー、これ事実証書遺言の作戦で,失敗した例ですね,でね実に多いです。事実証取遺言で結局日の目を見ずに書いたはいいけれどもこれではダメだという無効な例が多いですから。 えっと我々がお勧めしているのはやっぱり、えー、いくらかかかりますが公正証書遺言にされておく方が安全だと思います。安全はい。はい、あの自筆証書遺言でその残念というそのもう一つそういう、えー、本名姓、えー、名を書くのをしなかった実行しなかったということ以外に残念な間違いっていうか、はい、例えばねはいあのー、土地とかをこの土地をね長男にあげよう。 この土地を次男にあげようとかいろいろ書いてあるんだけども、土地の書き方がですね意外と難しいんですよ。はい、あの物件目録って言うんですけども、はあ、これの書き方がどっちとも取れるなではダメなんですね。はい、あの例えばね一一筆の土地だと思ってたけども、実を言うとあの役所役所の上ではこれは三筆の土地が合わさっていすいません、はい、あのー、それ んん少々の専門用語だと思うんですがはい、はい、一筆三筆筆三っっててごめんなさい土地というのは、えー、とどう数えるかというと筆と書いてですね、えー、一筆というふうに一区画のことを一筆と読むんですね。はい、で、えー、と一区画で家が建っているように見えるけれども実はこれは複数の地盤がついた3つか4つの番地の土地が合わさって一つの宅地になっている例とか京都にはたくさんあります。 登録されてるのがその3筆に分かれてるとかそういうことですかです、ね、だからそれを上げるときは3筆と書いとかなきゃダメなんだけども、はい、ただ住所っていうのはねそこのうちのどっかを代表して郵便物書きますよねえ<い>でそれでお父さんも長年そうだからその地盤が例えば四十番地だと思い込んでたけども実は四十と41と42、はい、ああ あった時に40はこのこいつにやると言ったらじ、はいはい、じゃあ41、42にはどうなのって言ったら、まだ指定をしてないからじゃあみんなで分けようとこうなっちゃうわけですよからそういう失敗例もありますね。なかなかこれは難しいですね。はい、はい。そういうこうなかなか気づきにくい間違いっていうのも起こる可能性があるからこそそのえ公正認証書え、公正証書遺言ですね。公正証書遺言。はい。というか。 えっと、我々がお勧すすめしたいのは、最低一回でも弁護士に相談に来てねと、こういうことです。そうですね、例えば、公正証書遺言でなくてもね、事実、はい、証書遺言でも、これ書いたんですけど、どうでしょうと。はい、一っ見てもらってください。そうすると、あのー、この人がやろうとしていることね、を聞いて、あ、それだったらこうですよ。ちと、あのー、アドバイスもできますし、はい。 ですからあのお聞きになっているです、ね、遺言を書こうかなとおっしゃる方はぜひあの相談は必ず受けていただきたいなとこう思うわけです。ああ分かりました、はい、あのそうしましたらこの遺言相続センターの,この、はい、なぜこういうものがあるかというこういう場合に活用してほしいというお話をちょょっと先にししておきまううか、はい、そうですね、はい、あの何ができたかというと実はあの京都弁護士会ですからえっ、ー、とですね 弁護士を直接ご存知でない方、ね、例えば知り合いが紹介してくれるという方でない方はあまりこの知り合いに弁護士さんがいるっていうのは、そんなに100人に1人もいないと思うんです,がそ,です、ね、そのような方が、あの弁護士会にです、ね、一般の相談で、はい、あの来てです、ね、そこで、えー、遺言についての相談ということが、まあ、これまででした、はいえー、しかも1回、えー、5000、今は消費税入れると5400円かかります、30分あたりね。 はいはい、30分たり5500円の有料相談しかなかったんですがこのセンターはもっと手軽に行こうやないかということで電話にかけるんですけれども、はい、電話で無料相談を始めましたあこの遺言相続センターは電話相談の場所なんですかあの場所というか、ねまあ、セクションなんですけれども、はい あの非常に乱暴にまとめてしまえば遺言相続センターというのは電話無料相談を実施している機関だと思っていただいて結構ですあそうなんですか、はい、それはそれははい、はい、じゃあもうあの時間もそうないことですから、はいえー、まず電話番号、はい、これはぜひということで、はい、これは京都弁護士会の中にあるんですけれども、はいえー、申し上げますと0 7 5 2 5 5 4 9 9 0 0 7 5 2 5 5二五五 これが遺言相続無料電話相談の受付の電話番号です。<はい S 1> これで予約をしていただきますと弁護士の方から電話がかかってきます。 はい、約15分間ぐらいですけれども無料でお話が、えーえー、できまして、はい、えこれは弁護士の方の判断でねあの、うん、弁護士の事務所で再び相談ということになればそこから先は有料になりますけれども、まあ、あの多くの場合、えー、電話のアドバイスで足りることもあります。あそうで,すですのでここで間口を広げてありますのでぜひここの無料の相談は。 えー、ぜひ、えー、ご利用いただきたく思いますあのおかげさまで大変繁盛しておりましてこれはあの1日あたり3件から10件必ず電話がかかってくるようになっております。あそうなんですか、はい あのー、この受付時間は制限があると思います。ええとですね、えー、受付はいつあの午前9時から午後5時までであれば受付しております。はい。えー、実際の相談は午後1時から、えー、4時ぐらいの間に弁護士の方からお電話を差し上げるようになっております。ちゃんと折り返しということで、はいえー、15分もお話を聞いていて。はい。あの約15分ですね。あですあの後が使えてなければ話し込むこともあります。うん、はい。はい。 しかしですねとはいえこう自分に置き換えて考えてみますと、あのー、まだ病気も特には持病もないし、えー、まだそんなに、えー、年取ってないしとか元気な間にこの遺言書のことを考えるだけでもちょっと躊躇するっていう方がこれ普通だと思うんですけれどもこれも日本語の遺言っていう語感先ほどから遺書となんかこう似ちゃってるもんだから。 あの遺書の「遺言の遺同じ字ですからね「由、はい」うっていうか書くっていうかの違いだからう<っ>もう死ぬ間際まで頑張って書くものだというふうな誤解がありますがぜひあのおすすめしたいというかね書いとかなくちゃいけない方っていうのがいらっしゃって例えば夫婦の戸籍が入ってない方内縁,の、はい、内縁関係の方とかね、えー、あるいは法廷相続人がいない、えー、と一人っ子になっていて兄弟がいないそれから親が亡くなっているという方は ぜひ遺言書いておかないと、えー、財産が国に召し上げられたりあるいはあのー、希望しない人に回ってしまう場合があります。そううですか、はい、もうつい最近のこの日本あの経済新聞の記事なんですけども国の相続10年で2.5倍と。ということはその一人で、えー、亡くなってしまうその相続される方がいないというケースが非常に 現代社会増えているい各家族になりましたからね、はい、兄弟の数が少ないとあの法定相続人っていうのはまずは配偶者、えー、それから、えー、子どもここまではまあ一般的だと思うんですねで配偶者も子どももいない場合は兄弟のみが、えー、相続人になりますまあこれは配偶者がいてもいいんですけども子どもがいない場合は配偶者と兄弟ところが配偶者も兄弟も子どももいないとなると 誰も相続する人がいないというのはこれが日本の特徴でして、はい、その場合国に召し上げられてしまいます非常にもったいないです。はい あの自分が思うこういう,う,いう施設にとかこういう団体にとか、あるいはね、面倒を見てくれたお一子さんとか、あ<ー>あそれはあげたいなというときに書いておかないと、ですね、はい、これは言ってましたでは、どううしようもないんです本当ですね、そんないろんなケースがありますから、はい、皆さん、まずはこの教えていただいた、京都弁護士会の遺言相続センターにお電話されてはいかがでしょうか。です はい今回は京都弁護士会の豊福誠二さんに久しぶりにお話を伺いましたこの番組は近藤伝業者ストロベリーセブン豊田会計事務所のご協力でお届けしました豊福さんお久しぶりでしたまたラジオカフェで番組してくださいあ,ありがとうございますありがとうございますじゃあご一緒にさよならをさよなら,よならはい。